That is just five of us. Okay. Sakurai. 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 Jesus Christ. やめてくれ。戻ってこなくてずっと心配だったんだぞ。他の連中みたいにどこかに消えちゃったのかなって。はい、どう。I still like him. マチコウジ、心配かけたな。いいんだ、無事でいてくれれば。で、スカモリに戻ってきたのか。違う。結局お前のアリバイなんてないんだよ。お前が東国と影山を消した犯人なんだから。桃野の姿が見えないが、まさか桃野まで消しまったのか。違う。I love how he plays the game。じゃあ説明してみろよ。桃野はどこ行った？おい桜井、どうしたんだ。答えてくれよ。She's dead. It's nothing serious. You. 神谷君の質問に答えてください。Shut the fuck up, bitch. Don't be fucking arrogant. Okay, you can tell them whatever.まあ疲れてるだろうし、まずは休ませてやろうよ。はあ、そんなわけにいくかよ。こいつが殺人犯なんだぞ。そんな奴を休ませてどうする。 I mean, that's why he was in the opening with me. I am actually the killer, so I know that. He's just trying to convince others. It's just that I have... 桃野を消したから次のターゲットを探して戻ってきたんだろう。 Alibis and stuff like that. Just random. 違う、そうじゃないんだ。そこは私から説明するわ。Sure, whatever. I don't care.私が見ていたわ。桜井君は犯人じゃない。落下したのに死体がない。信じられるかよ。適当なこと言ってんじゃねえぞ。全部本当のことだ。犯人は黙ってろ。ユウは確かにビルから落ちた。でも姿が見つからないんだ。にわかには信じがたいけど、桃野は確かに落下した。What do you mean? でもどこにもその姿がない。それはもしかしたら東国や影山が見つからないのと同じ理由なのかもしれない。この世界がどういう原理なのか、何が起きてるのか、それはまだわからないけど、この不思議空間だ。あり得ることなのかもしれない。おい、信じるのかよ。桜井の言うことだぞ。桜井も二階堂も言ってる。なあ二階堂、お前桜井に脅されてんだろ。違うわよ。 Jesus Christ。 もういいだろ。おい、いいわけないだろ。これで終わり。二階堂が嘘をつく理由だってないし。は？お前らはどうなんだよ。神谷君がそう言うなら。俺は最初から桜井が誰かを傷つけられる人間だとは思わない。ああ、しらけちまったよ。俺はちゃんと忠告したからな。桜井、疲れたでしょ。とりあえず部屋で休みなよ。Jesus Christ, what do you think you are? 話は
また改めてゆっくりしよう。ああ、どう思う神谷君の様子。Jesus Christ, he's such a manipulator. I can't. どうって。桃野さんが消えたという話をすんなりと受け入れすぎている気がする。確かに言われてみれば、仲間が消えたんだから、もっと動揺してもいいはずなのに。ありがとう、二階堂。何を、急に。いや、こんな僕と一緒にいてくれて。Yeah, because I'm pussy. I can't even explain myself. 別に、痛くて一緒にいるわけじゃないわ。Jesus Christ. 分かってる。それでも、ありがとう。僕がいなかった間、神谷に怪しい様子ってあった？そうね、容疑者リスト。え？神谷君のフルネームって神谷サイよね。 There was a list, and what I noticed, I remember that there was just Kamiya. There was no Sai. 僕も確かにそう記憶している。 Is that what she's insinuating? ディスプレイに名前が表示された時、他の全員の名前はフルネームだったのに、神谷君だけが神谷と名字だけが記されていたの。気づかなかった？なんだそれ。わからない、モニターの故障なのかもしれない。でもこの世界であの容疑者リストはもっと深い意味を持つと思う。何か意味があるのかもしれない。 There's no law. Come on, let's just get 確かに何かありそうだ。だから二人で神谷君の周辺を調査しましょう。町工事君、諸角さんにも確認を取れば、他にも神谷君の不可解な点が見えてくるかも。 Not 諸角、that bitch is just hoeing around Kamiya.Beautiful day to kill someone. それじゃあ今日は食べ物を集めよっか。賛成。最近同じものばっかだし、そろそろ食にこだわっていきたいよな。それは町工事君だけでしょ。あなた以外はみんな神谷君が考案したメニューでバランスの良い食事をとってます。 Oh my god, I hate her. I hate her more than myself. おい、母親みたいなこと言うなよ。別に好き嫌いやったっていいだろ。そんな子供みたいなこと言ってないで、ちゃんと神谷君のメニューに従ってください。高校生はギリ子供です。都合のいい時だけ子供になるの、ほんとみっともないからやめてください。Unbecoming. Which words? Dictionary. また近くのスーパーやコンビニを回るの？ いや、今日はちょっと遠くまで行きたいな。近場のものはいざという時にある程度は取っておきたいし。Yes, yeah. 遠くの品揃えも気になるしね。
目笑った。のんきなことしてる場合か。桜井が戻ってきた途端空気を緩めやがって人殺しがいいんだぞ。こいつをどうするか今日はその話し合いをすべきだろう。いいや、桜井は何もしてない。昨日の話は本当だ。もう何も彼に聞くことなんかないよ。神谷、なんだお前。そもそも桜井を疑ってたのは神谷もだったよな。あの時はみんな疑心暗鬼だったし、例の犯人についてみんなが探っていたようだったから、あそこで否定して桜井を守るのは集団を分割させることにつながった。綺麗事言うなよ。桜井をのけ者にしたのはお前だろうが。あの場は桜井を疑うしかなかった。でもその後に彼のアリバイについて一緒に調べようと思っていたんだ。ま、彼と桃野が逃避行してしまったからそれはできなかったんだけど。お前のそういう建前気持ち悪い。いや、アイロビア、俺はホテルにいる。仲良し小良しのおままごとはお前らだけでやってろよ。それじゃあ気を取り直して食べ物探しに行こう。神谷のおかしいところ、なんで。 What do you mean when you ask?何かないか。ないよ。というか、もしかして桜井、神谷を疑ってるのか。 Is there any point to trusting anyone at this point? 疑うっていうか、 We're down to five people.犯人だってそう思ってるんじゃないのか。俺はもう勘弁してほしい。誰も疑いたくないんだよ。クロウの口車に乗って一度はお前を疑った俺にこんなこと言う資格はないかもしれないが、俺たち幼馴染じゃないか。もう誰もいなくなってほしくないんだよ。そうか。わかった。ああ。You know what's interesting overall? When you're talking about behavior and personalities normally in people, usually the people that you most, the people that are too perfect in every aspect of their life.99% of the time they turn out to be complete complete psycho people, and so basically it's just that the more someone is it's a hard topic to discuss because it'sAll about psychology and manipulation. So maybe he is the killer. Who the fuck knows? Right. Sakurai-kun. No. なんだよ、諸角か。
ビッグ町工事君と何を話してたんですか。 That your fucking husband is a bitch。 いや、食べ物の話だよ。エディエット。あいつ好き嫌いが激しいって言ってたから、何かあいつの好きなもので栄養バランス取れないかなって。嘘つき。 Obviously, bitch。神谷君のこと話していたんですよね。え？No, she's just not dumb, but that's it. 桜井君、神谷君のこと詮索しようとしてますよね。別にしてない。どうして嘘をつくんですか。後ろめたいことでもあるんですか。なんだよ、別に何もないよ。もう部屋に戻るから。神谷君のことを一番知ってるのは、私なんです。 I know。 ねえ、桜井くん。ずいぶん君の頭の中はごちゃごちゃみたいだね。そうか、僕は普段から割と冷静な方だと思うけど。それは冷静ぶってるだけじゃないのかな。現に君の頭の中はこんなにもごちゃついている。冷静ぶってる。人は皆役者、演じてるんだよ。 Yes。 確かにそうも言うけど、でも生まれ持った性格っていうのがあるだろう。生まれ持った性格ね。 Yeah, but there are multiple personalities here, ね。僕は性格なんてものを信じてはいないんだ。多分人間にあるパラメータは影響されやすさくらいだよ。True。 君が自分と思っているその性格も意識処理しきれない多くの環境変数で決まっているんだ。I wouldn't say countless, but yeah。 お前の話はいちいち言葉が難しい。つまりは自分が自分と思っているそれは自分ではないってこと。もっとよくわからなくなった。もうしょうがないな。鏡の壁だよ。忌々しい壁だな。お前とドライブして事故に遭ったのはこの鏡の壁のせいだ。ほら、鏡越しなら見えるでしょ。これも君の記憶。他にもいろいろあるよ。よく見てごらん。もう時間だね。僕の目が覚めるのか。正解。夢落ちと分かってる夢もそこそこた。僕が出てきたからかな。じゃあ最後に、鏡の壁を最初に見つけたのって誰だっけ。Wasn't it Jesus? Kamiya? I don't remember. But she's throwing clues. The mirror wall. We need some photographs. Huh.
思い出せない。Who the fuck was first? Was that you on the or Kamiya? Fuck. Wait. No, that, no. Jesus. それっておかしくないか。Level just dropped that. じゃあ今日は畑でも作ろっか。畑？スーパーやコンビニの食べ物にも限界があるからね。やがては自給自足しないと。I'm sorry, what?Good. He's the one intelligent here. それじゃ、よろしく。Just fucking bye. ねえ、この世界に来た時、神谷とはどこで出会った？どうしてですか？理由は聞かないでくれ。どうしても必要な情報なんだ。Okay, that's not really that attitude. You won't get useful information by that. それなら答えられません。Idiot. Fucking idiot.つまり神谷君が109で目覚めたのに鏡の壁のことを知っているのがおかしい。そうだ。そんなの諸角さんが神谷君と出会ったのが109だったとしても109で目覚めてから鏡の壁を見に行ってまた109に戻ってきたかもしれないじゃない。もしそうならそこまでの時間はなかったと思うんだ。東国のノートによると僕らが目覚めたのはほぼ同時刻。僕が目覚めてから神谷と出会うまでの時間は
どんなに長く見積もっても30分だ。30分だとしても109から壁を見に行ってまた戻ってくるなんてできないわね。でも諸角にアプローチしてみたがダメだった。あとは本人に聞くしかないが、うまくかわすだろう。あと私からも伝えるべきことがあるの。え？桃野さんのカメラが別の場所にもう一台あったの。それ桃野さんがあんなことになったのに気を悪くしたらごめんなさい。でも彼女ならあなたを監視するために別の場所にもカメラを仕掛けるはずだと思って。大丈夫だよ。それに今の僕は夕絡みでは役立たずだから。調べてくれてありがとう。でも僕の部屋以外にどこに。重要なものが映っていたわ。神谷と影山。これは影山くんがいなくなる直前の映像よ。え、それって。これだけ決定的な証拠があれば彼も言い逃れはできないでしょう。それなら今日神谷に聞いてみようか。How is she pulling out this fucking camera out of her ass? Like, how she knows these things? I don't like this. そうね。私もいるし、大丈夫でしょう。Whatever.神谷、僕だ。入っていいか。大丈夫だよ。どうぞ。Whoa. Okay, well that's awkward. さあ、入って。神谷、少し時間いいか。話したいことがあって。どうしたの。もちろん何でも話してよ。二人が一緒でもいいかな。あ、勝手に話せよ。俺は見てるだけだ。単刀直入に言うわ。神谷君、この世界について私たちが知らない情報を持っているでしょう。知ってるとは。鏡の壁は何なのか。何も知らないよ。状況は君たちと一緒だ。神谷、一つ確認したいことがあるんだが。何。目覚めた後、諸角と影山とどこで合流したんだ。ファンシーショップを過ぎたあたりだったかな。俺が鏡の壁を見に行った後くらいだったから。それがどうかしたの？あ、いや、何でもないんだ。なんだよ、怖いな。Jesus Christ. それじゃあ別の質問なんだけど、ちょっとこれ見てくれる？ああ、いや、ダビデや。この後、影山くんがいなくなったのよね。影山くんがいなくなる前、最後に会ったのは桜井くんだという話になっていた。それを言い出したのはあなたよ。それで
桜井君は疑われることになった。でもこの映像がある。あなた分かっていて桜井君を貶めたのね。いや、そうじゃない。それならどういうこと？確かに俺は影山と話をした。最後に会ったのは俺だ。嘘をついたのは桜井を貶めるためじゃない。理由は言えないが、そうなんだ。ちゃんと理由を話して。言えない。自分の立場分かってるのかしら。いい？今あなたが犯人じゃないかって疑われてるのよ。あなたはみんなをコントロールできる立場にいた。誰かを消すのだって自由自在でしょ。そうじゃないよ。だから私たちが納得いくような説明をして。どうしても言えないんだよ。だからそんなこと言える立場じゃないでしょ。ちゃんと話して。その時が来たらちゃんと話す。今ここで話すことはみんなにとってマイナスにしかならないんだ。それはみんなが判断すること。あなたが勝手に判断できることじゃない。おい神谷、お前政治家の子供なんだから多数決で決めればいいじゃねえか。民意で決めようぜ。民意で。ふざけるな。そんなの僕たち二人が不利に決まってるだろ。わかった。俺が説明をするかしないかで。そんなのおかしいわ。ちゃんとみんなが納得いくように説明するのはあなたの義務よ。そうじゃない。話すことにリスクが伴う。話した後で話さない方が良かったとなる可能性だってあるんだ。だから多数決。神谷、往生際が悪いぞ。何とでも言ってくれ。それじゃあ多数決取るよ。俺に全部を喋ってほしい人。おい、おかしいだろ。 I actually won't vote because I will just kill him in the spot. やめろ。 There's no voting like in the compromising. 多数決なんて認めない。そもそもそっちは結託してるでしょ。町工事君を呼びましょう。いや、今だ。今決めるんだよ。町工事に話すか、また後で決めればいい。 No, bitch, no. そんなの卑怯よ。ほら、手を挙げない。俺に全部を喋ってほしいんだよ。おい、二階堂、やめろ。こんなのに乗る必要はない。諸角さん、あなたも本当のところは聞かされてないわよね。神谷君の口ぶりならきっと他の誰も知らない。彼しか知らないの。ここで神谷君に勝たせてしまえば、彼に都合が悪いことは全部隠せることになってしまう。それを崩せるのは今だけなの。モロゼミ。私は神谷君の味方です。I do believe that Law will vote to explain things because he likes chaos. 真実が曲げられていいの？モロズミ。神谷に全部を喋ってほしくない人。He doesn't want. ロー。Strange. お前。うるせえ。さお人形ちゃん、さっさとしろよ。神谷君。
そっか、諸角がそう思うならそれが正しいよ。神谷くん、私、わあ、私なんてこと、ごめん。What the hell is happening? ごめんなさい。First you and then she. 諸角、どうしたんだ？諸角さん。何が起きたんだ？おい、神谷、一体何が起きたんだ？何が起きたんだ？いやー、うまくいったな、神谷。よくやったよ。おい、ロウ、答えろ。諸角はどうなった？あ、知らねえよ。自分で考えろ。どういうことだ、話が違うぞ。神谷くん、今はそんな奴のことなんていい。説明して。あなたにとっても今の状況は予想外だったのは分かったけれど、動揺している暇があったら隠していることを全部教えて。そうすれば私たちにできることが思いつくかもしれない。神谷くん、往生際が悪いわよ。今はそんな場合じゃないことくらいわかるでしょ。ローの様子は僕が見ているよ。すまなかった。話せ。消えた人はどうなってるんだ。わからない。わからないってなんだよ。無責任じゃないのか。桜井くん、今はまず神谷くんの話を聞きましょう。それで神谷くん、あなたは一体何を隠していたの？俺はかつてクロノス世界にいたことがある。はっ。That's interesting. 驚くのも無理はないと思う。でもおそらく東国は気づいていたと思う。それってまさか。東国が言っていただろう。バラシハ事件、バミューダトライアングル、アガサ・クリスティの空白の11日間、キンロス事件、メアリー・セレスト号、そして日本の一家消失事件。そう、消失した一家は俺の一族。そんな。あの時クロノス世界で神谷の一族は殺し合った。殺し合い。俺はまだ小さな子供だった。今でもクロノス世界のことを思い出すたびにおえつが止まらなくなる。俺の父親は政治家だからね。犯人が父親のことを狙っていたのは一目瞭然だった。みんなが疑心暗鬼になって殺し合った。たくさんの人が死んだ。人を人とも思わず罵り合うその様は吐き気がするようなものだった。そして母は俺をかばって死んだ。その後、事件は政治家だった父がマスコミに働きかけて隠蔽した。怖かったんだ。犯人探しを始めることでみんなが疑心暗鬼に陥ることが。I don't know about that. おかしいわ。
おかしいって一体何が That he is still here, right? And father also. 神谷君、かつてあなたがクロノス世界にいて大変な思いをしたことは分かったわ。Isn't that the solution that only one person can give up? それについては心から同情する。でもクロノス世界の経験があるのだったら、いつもの神谷君ならなおさら冷静に犯人を見つけようとしたはずよ。できるだけ早くみんなに被害が出る前に。それなのにあなたは露骨に犯人探しをはぐらかしていた。今のあなたの様子はおかしい。あなたはまだ何かを隠している。何を。俺はいつも通りだ。嘘をつかないで。それともこう尋ねるべき。あなたは何者なの。もう話すしかないのか。俺は神谷サイではない。 So that's why it was different on the billboard then. Okay, that's interesting. とは言っても、俺は君たちがよく知っている神谷には他ならないんだ。俺は間違いなく君たちの幼馴染の神谷だ。神谷、一体何を言ってるんだ。困惑するのも当然だと思う。正確に言うなら俺は神谷ではあるが、神谷サイではないんだ。 The other one died in the other Chronos War? Something like that? はっきり言おう。神谷サイは俺の兄だ。クロノス世界で死んだ。So twins? I don't know. So what? 俺の本名は神谷サエ。What the hell? サエの妹だ。Wait. 俺は政治家である父親と神谷家の使用人で愛人だった母から生まれた隠し子だ。クロノス世界で死んだ後継ぎ、神谷サエ。その身代わりとして隠し子である俺はうってつけだった。 I don't really get it, to be honest. 性別が違うなんて神谷家の力の前では些細な問題だ。そんな。二階堂、確かに君の言う通り、神谷サイとしての自分であればクロノス世界の経験をみんなに語り、すぐさま犯人を割り出して始末していたと思う。神谷サイとしての自分は政治家としての英才教育を受け育てられた。政治は多数決の世界だ。民主主義は多数派が正義であり、マイノリティは切り捨てなくてはならない。本来の神谷サイは多数を救うために一人の犯人を見つけ出し葬ることが正しいはずだった。でもクロノス世界に戻った途端になぜかサエとしての自分を思い出してしまったんだ。いや、サエの方が省かれたという方が適切かもしれないな。そう。大切な幼馴染の中から犯人を見つけ出し、その人を殺さなければならないなんて。そういうことだったのね。やっと納得できたわ。I don't think so. It solves nothing still. 今まで隠していて。Yeah, okay. そう。そうだったのか。思い出した。おい神谷、思い出したってなんだ。教えてくれ。桜井、もう俺には時間がない。Same thing. 過酷な真実かもしれないけれど聞いてほしい。犯人は That could be, yeah. That's fine. させねえよ。
I mean, I could suspect other people, to be honest. Even though he wasn't on the billboard, it was clear he was the murderer, but we know, kind of whatever. よく聞いて。二階堂は全部覚えてる。That would make sense also. That's why she proved to these cameras too. That would be strange.